左翼の脅迫でイベントが中止に、常年つかさ。本日、経済評論家の常年つかささんが、このように左翼から脅迫を受け、イベントが中止になったと明らかにいたしました。こういった脅迫事件、残念ながら国内で相次いでしまっており、 関係者の皆様が様々な危険にさらされ、様々な権利も侵害されてしまっております。ぜひともおかしな左翼の皆様、まあ、今回の場合はすでに犯罪行為でありますので、左翼どころか犯罪者でございますけれども、こういった犯罪行為は絶対に行わないように、 お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。